ね、谷口という男は、俺、春日、谷口、この3人でね、よく遊んでたんですよ、ね。まあ、そうだと思いますな。谷口は本当にダメなやつで、うん、そういうキャラクターのやつだったんですけど、うんうんうん、で僕昔の話ちょっと思い出したんですけど、そういえば、うん、俺三つ竹さんのことをすごい好きでさ、はいはいはい、高校の時ね、高校の時に僕ら男子校なんですけど、うん、女子部っていう離れ300メートルぐらい離れたところに、うん、同じ名前の女子校があるんですよ、うん、でそこの三竹さんのことが好きで、つって俺、谷口に言ってて、うんうんうん、で、谷口は、うん、公認の時に、うん、三竹さんも俺のこといいって言ってるっていうのを知ってたのに、うんうん、それを22ぐらいの時になって初めて言った男なんですよ。クソエロスだから、本当に。もうそれだけだもん、もう。クソだというね。で、俺もうその時は22歳だから、もう5年ぐらい前の話だから、まあいいよ、それは、うん。なんで5年温めたのって聞いたら、うんうん、俺が幸せな高校生活を送るのか、うん、すごい嫌だったんですよ。そういうやつがいるんですよ、ただ。で、もう今はもうね、うん、結婚してね。まあそうだなすな。立派なもんなんですけど。うん、社会人ですよ。で、春日さんにも問うてみたいんですけど。なんじゃい、答えましょう。大学出てお笑い芸人じゃないですか。もちろんそうだよ。ね、間違えて。間違えて、うん、どういうことかね、君は。いや、お笑い芸人になっちゃったじゃないですか。いや、もうだから、なるべくしてなったみたいなことありますよ、カスが。そうですよね、うん。で、その、社会人経験をしたことないじゃないですか、デスクワーク。もちろんそうだよ。で、俺すごい、その、うん、デスクワークをやってたらどうなんだろうなっていう気持ちが結構、はいはいはい、結構ずっとあって。もしもの話ね。そうそうそう、うんうん。で、結構ね、憧れがね、あるんですよ。デスクワークみたいな気分を味わってみたいと。ああ、なるほど。一日所長じゃないですけどね。うんうん、で、谷口に、うん、あいつ、今、印刷会社で働いてるから、うん、新宿の。うん、で、一人でね、うん、残業してる時がよくあるっていう話を聞いたから、で、俺ちょっと、その、社会人体験したいから、お前もし一人で、うん、残業してたら、うん、俺に電話してくれと。したら、俺、行くから、お前の会社に。その、デスクワーク気分を、味わわしてくれ、つって。ああ、いいね。そうそうそう。その大人の社会見学みたいな。そうそう、ずっと言ってたの。はいはいはい、したら、ついに、先週、電話がかかってきたんですよ。叶うもんなら夢っつうのはね。そう、ちょっとやりにくいな。何がだよ。一回ブレイクしよう。何がよ。こっちはノリノリで聞いてんだからさ、降りるんじゃないよ、リングを。何なんだよ。すげえやだわ、なんか。いや、何がだよ。何やどうしたそれで。いや、それで、おい、ちょ、今一人で残業してるから、来るって言われて、お行く行くって言って、で、俺行ったのよ。おしたら、オフィスで、ビルの2階に谷口の会社あるんですけど、半分だけ空いてるんですよね、シャッターが。はい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 。で、そこをくぐって、もう夜だから、12時ぐらい夜の。で、なんか入るんですけど、で、谷口の、社員証を借りて、はいはい、ピッつって、ガチャみたいな。あれ憧れてたんですよ、僕。あるね。はい、なんかカードね。あれはいいよね。その、テレビ局とか行ってもさ、うん、我々はさ、うん、たまにしか行かないからさ、うん、その、1日入場券みたいなやつなんだよね。そうそうそう。社員さんみんなブルース上げてね、顔出して、あれかっこいいよ。あれ憧れるよ。そうそうそう。それを持ってた谷口が。谷口持ってたから、うん、俺それ借りて、ピッつって。うん、あ、いい気分だな、かっこいいなと思って、うん、でオフィスの中連れてってもらって、うん、もう結構ね、広さはね、うん、教室、学校の教室ぐらいある感じで、うん、で谷口だけなんですよ、うん、でいろいろこう聞きながらね、うん、普段どんな感じなんだっつって、うん、で俺ねあれやってみたかったのね、何かこうデスクにこう座って、うん、はい、電話が鳴ったらこう、椅子をこうバーンと蹴って。はい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 、はい。さーっと背中で転がってって、うん、キャスター付きの椅子で、うんうんうん、電話を取るっていう。あー昔のトレンディードラマのオープニングみたいなやつ、ね。そうそう。はいはい、はい。で、真夜中12時。私一人でデスク座って、うん、椅子パーン蹴って電話を取るっていうのを、8セットぐらいやってたんですよ。ちょっと多しだな、それ、ちょっと多いな、それは多いな。で、谷口は仕事してんだけど、そしたら谷口はパッて俺の方を見て、うん、それ、やらないよって言われて、今は自分の電話取っても、こう、番号でこう、押してするほどね、なるから、あ、じゃあもういながらにして、
バブルちょい前のトレンディードラマでしかやらないっていう。あ、まさにそういうことか。そうそうそう。はあ、やって、こう、じゃあ、いろいろこう、電話をこう、抱えながら、うん、耳に挟みながら、やったりとかしないんだ。うん、何本もの受話器をこう、そうそうそう。挟みながらさ。しないっつって。あ、そう。で、あと、あれがやってみたかった。こう、いっぱいファイルとかをこう、抱えて、はいはいはい、机の前にこう、うん、はい、これ今日中に、ドサッて言う。あ、ある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 。あるじゃん、健康ドリンクとかの CM で。ある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 ね。で、机からね、俺いっぱいファイル持って、谷口のとこ持ってて、うん、はい、これ教授に頼むよって置いたら、お前、そのファイルどっから取ってきたんだよっつって、ダメだよ、めちゃくちゃになっちゃうからっつって、なるほどね、すぐに戻したりして、整理してありますからね。あとファイルっつうの、コピーもね、勝手にね、取りまくってたらすげえ怒られた。コピー結構高いんだって。あ、そう。そうなんですよ。取っちゃいけないもんなのかな、あれ。取っちゃいけないもんみたいですね。で、あと部長のとこ座ってね、深々と。うん、やっぱ部長のデスクっていうのは。ちょっと違ったりするわけかね、椅子のあれとか。いや、椅子は一緒なんだけど、うん、デスクの向きが、なんかこう、うん、全員を見渡せる。はいはいはい、お誕生日席みたいになってる感じか。違う。ね、ザークソこう、なんかもう、違う、格が違うのよ。右の隅の方に、ほう一人として認められてんの。みんな島みたいになって、8個ワンセットみたいになってんだけど。なるほどね。一人で見渡せんのよ、全部が。もう一人席みたいな。そうそう。で、俺、あそこそこ座って、谷口のことを呼び出して、おい、谷口つって、うん。で、谷口に俺部長の、ちょ、怖い怖いつって。うん、で、書類をこう持って、お前、なんだこれつって、はいはい。この企画書はつって。やり直しだってばらまいて。谷口もっとすまなそうに謝ってっつって。もう一回、遠くから呼ぶからっすよ。おい、谷口かかっちつなんだこの書類はって。バーンって叩いたら書類がバサーって言われるんですよ。おいとか言われて。で、ネクタイガーって掴んで、おい、お前給料もらってんだろつって。給料分働けつって。で、ももに膝パーンって入れたら、そんな部長いないって言われて。それはそうでしょ。みんなね、あれね、結構、行ったことないでしょ、デスク。あ、ございやせでしょ？だから、あれ結構、ベタに、部長とかが、デスクの、自分の机の透明のシートみたいなの間に、家族の写真とか入れてんのね。あれ、ドラマの世界だけじゃないの？そうそう、子供の写真とか、は家族の写真とか、入れてんのよ。へうん。谷口は、磯山さやかの写真、ポートレートみたいの、挟んでる。まあだから、それ、人それぞれそのモチベーションになるものとか挟んでるあいつ、巨乳好きだからさ。で、家族の写真挟んでるから、俺、それ、ここ、どうやって入れんのってベリベリって剥がして、はいはいはい。で、写真持って、課長の写真、うん、課長の家族の写真と、うん、部長の家族の写真取り替えようとしたら、うん、谷口にすげえ怒られて。そりゃそうだよ。そりゃまずいよ、それは。ちゃんと元に戻してさ。谷口も正義になるからね。そう、いや、でも、ほら、俺が入ってるのは知らないからさ。いや、知らないから、その谷口の正義、うん、谷口がその残業してるっていうのはなんとなくわかるわけでしょ。そうそうそう。その下手したら、谷口何やってんだって話。なるわけいや確かにそうですよ。若林くんが来てるの知らないわけだから。そうでいや OL の、うん、OL の机のシートに、はいはいはい、サバンナさんの、うん、写真挟まっ写真っていうか切り抜き挟まってたから、はいはい、俺春日さんが、僕ネタ書くとき、春日さんができることを書かなきゃいけないって、はいはい、ネタ書くとき春日さんのプロフィールの写真、うん、机に置いてネタ書くんですけど、うんありがたいね、その写真がバッグに入ってたから、うん、その写真挟んどきました僕。あその OL のそのスケール。あ、そう。それだけは直してないから。谷口なんか言われたんじゃないのそれは。だって俺が来たの知らないんだから。だからその女の OL の人はある朝出社したら春日の写真が挟まってんだから。なるほどね。だからその社内で誰かがやったと思うでしょ。はぁ、どんなことになったのかなそれ後日談を聞きたいけどな。うん、で、まあ、いい仕事したよ、それは春日の写真入れる。行き先みたいのがあるのね。ホワイトボードみたいに。ああ。谷口。ございますな。なんか、外、どこどこ営業所とか。はいはいはい。何時。部長何時。帰ってくるみたいなでしょ。そう。で、部長のとこに、キャバクラって書いたり。課長のとこに、オッパブとか書いたり。谷口のところになんか個室ビデオみたいな書きまくってたらすっげえ怒られて。そりゃそうだよ、それは。帰ろうっつって。よくでもそれは、全部谷口はチェックしたの？その、あなたのそのいたずらみたいなの。うんいや、でも、あいつすげえ仕事してたから、でも、まあ、でも、俺も常識人だから、春日の写真だけで、その、ああ、そう、うん。ああ、そりゃよかったよ。それだけはしてあるけど。その、おっ
パブはね、見つかったらだいぶ偉い騒ぎになるよ、それ。だろうね、確かに。そうそう。でも2時間ぐらいいたけど、飽きなかったっすね。ちょっといいね、面白い。俺ちょっと、私も行きたいな、それな。で、谷口に頼んだらいける、多分。連絡したらいけるかな。いけると思いますよ、でも多分ね。大丈夫かな。うん、電話の応対の仕方とかも習ったもん。もしもし、つって。で、なんかね、営業に行く場所をね、タウンページで調べて、午前中は、自分が営業に行く場所をタウンページで片っ端から電話して、話だけ聞きますっていうところに行くんだって。あ、そんなことやってんの？うん。どこどこに行けとか言われるわけじゃないの？じゃあ自分で探すんだって。で、深夜1時ぐらいに俺電話かけまくってたらさ、出なかったね、やっぱりね。いや、そりゃそうでしょ。うん。いや、ちょっとあなた問題だよ。でも一通り見た挙句、谷口、うん、サラリーマン向いてないっつって言ってた。いや、そりゃそうでしょ。だろうな、っつって。おう。無理だよ、よかった、経理。結構カラーになるじゃないですか。ああ、そうね。これはそう、誰かがそういう楽しい気分になるの？そういう風習なの？風習？あ、吉木さんの趣味、気持ちね。どっかね、変えていかないとねっていう。なるほどね。ありがたいね。うん。うんうん、まあまあ、メリハリってのは大事です、ね。で、今日はね、スペシャルウィークで、各放送のさ、スペシャルウィークのゲストがね、なんかこの曲の中の、番組の発表資料に書かれてて、ゲストがね、オードリーの高校時代の同級生、高橋さんになってたんですって。で、吉木さんが、あ、すいません、高橋さんじゃなくて、谷口さんですって、あの、報告しに行ったら、どっちでもいいよって言われたみたいな。まあまあそうか、同級生ということだけ伝わればね。まあ、どっちみちズブの素人っていうことには変わりないですからね。うん、で、まあ谷口が今日のゲストで、で、まあ谷口実際、さっき家出るときに電話したら相当めんどくさそうでしたね。いやー、でもそれはそうだろうね。この時間に来るわけでしょ。で、土曜休みなんですって。ほう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 。で、それなのに今埼玉県の奥の方からね、西武線に乗って来たわけですよ。で、有楽町からタクシー乗ろうと思ったんですって、日本放送まで。したら、そんな近い距離行けるかよって言われて、断られちゃったっていう話を、もうさっきの30分ぐらいの間に5回ぐらい聞きましたけどね。何の被せだったのかよくわかんないですけど。よっぽどだったんだろうね。うん、で、すごいめんどくさいと、休みの日ですからね、彼は。で、また雨も降ってたりするでしょ？うん、で、結構なんか NG ワードがあるっていうのでね、なんか言われて、俺も。ああ、そう。うん。喋っちゃいけない話も、ありまして。で、まあ、春日にはかなりムカついてる状態みたいな。なんでだろうね。仕上がってました、さっきね。ああ、そうでございますか。で、本番30分前に入りましてね。うん、楽屋にこう、チーム付け焼き場と我々いつもこう、勢ぞろいしているんですけども。笑い取ってましたよ。うん。ああ、そう。スタッフ笑い取ってました。はあ、仕上がってるね。で、告知したでしょって言われて。うん。あ、知ってたよ。もちろん、スペシャルウィークだから。つったら、やめてよって言われて、なんでだって聞いたら、なんか、リスナーの期待が上がっちゃうだろうって言ってた。ね、えで、谷口、お前のことなんか誰も期待してないよ。つったら、いやいやいや、みたいに言ってましたけどね。ああ、そう。じゃあ結構、まあ、来て、まあ、ノリノリというか、乗ってる部分はあるんですな。うん、いや、でもね、うん。いや、どうだろうね。でも、かなりめんどくさそうだったね。ペンニンシュラのとこまで迎えに行った時も。だるそうに歩いてきて。それで、ちょっとショックだったんだけど、一緒にエレベーター登って上がってきたんだけど、なんか下唇が震えてて、もう緊張してんじゃないかな、多分。あ、そう。うん、はあ、その割にリスナーの期待があるとか、いろいろ。言ってるわけです。まあ、もともと谷口と春日と3人で、トリオで、デビューしたかったわけですから、我々は。そうでますな。荻窪のネプチューンだと思って、ね、高校時代過ごしてたわけですからね。その谷口が、まあ、今日来ると。で、まあ、春日はプロデューサーを目指してたんでね。うん、この、俺と谷口がコンビをもし組んでたら、谷口のパン屋さえ潰れなければね。俺と谷口がコンビを組んで。パン屋は大丈夫なんだ。大丈夫だろ。あ、そう、うん。まあまあまあいいか。俺と谷口がコンビ組んでたら、春日がプロデューサーになったかもしれないっていう。まあ、谷口はラジオっ子でしたから、中高と。とにかくこの日本放送オールナイトできるのは嬉しいんじゃないですか。あ、そうでございますか。ああ、じゃあテンション上がってるか。はい。あ、そっか。それで春日がブースの外に出て、吉木さんのディレクター席に座って球を振るんだ。俺と谷口に。ってことですよね。うん。え？で、春日大沢コンビが卓をいじって、エコーかけたり、ジングルを打ったりするんですって。
あ、そう。うん、今日。へぇー。で、春日のディレクションぶりを、まあ、春日さんもだから夢が叶うってことだよね。谷口も相当なラジオっ子ですから、まあね、オールナイトに出るっていう夢が叶うっていうことで。あ、そう。うん。ということで、どんな番組になるのかお楽しみください。なるへそ。ということで、今週もスペシャルウィーク張り切っていきましょう。ジーニアス、英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、大衆館書店、明治、愛の大学、ハンコヤ .com。以上、各社の協賛で、東京、千代田区、有楽町の日本放送キーステーションに、全国36局ネットでお送りします。この谷口を迎えます。で、CM の間に春日さんはブースを出て、サブの宅の前に座ってください。で、CM 開けたらこの番組のディレクターが春日さんになりますので。楽しみだね。はい。もし、放送事故等起こしたら、始末書を書いてもらえますからね。私が？うん。なんかボタンを押してね、日本放送の電波が飛ばなくなってしまったら。そんなボタンあるの？うん、そんな危険なボタンないだろ。あのね、ドクロのマークのボタンがあるんで、ね、それだけはもう絶対押さないで。それを押したらもう電波が一切飛ばなくなる。わかりやすいし、なぜそのボタンを作ったんだよって話になるよ。うん。意味がわかんない、そのタイムボタンみたいなさ。うん。それだけは絶対押さない。なるほど、気をつけますわ、じゃあ。はい。ということで、この後からお楽しみください。ディレクターの春日です。あ、聞こえます。今日二人ともよろしくお願いします。はい。いろいろですね、まあ、注意点、まあ、簡単なんですけども、はい。ございますんで、まあ、守っていただけると思うんですけれども、はい。まあ、とにかくその2時前ってことでね、元気よくね、はい。お願いしますね。そして注意点なんですけども、なるべく放送中はトイレに行かないようにお願いします。あ、わかりました。で、行く場合はもう一人の人が繋いでいただくような形で、なるべくね。じゃあ僕がもしお腹痛くなったら、谷口さんに繋いでそうなってください。谷口さんお願いします。やめなさいよ、それ。あ、すいません、ディレクターさん。やばいことやっちゃってもいいんですか？まあ、ラジオなんで、ほどほどに放送コードってありますから。はいはい。お願いしますね。わかりました。で、まあ、とりあえず二人で、もう仲良く、その、グータンヌーボーみたいに話すみたいな。はいはい。その、まあ、演出意図がありますんで。ディレクターさん。はい。今日の放送、とんがっちゃっていいんですか？若いね。いや、行っちゃおうよ。歴史変えちゃおうよ、今夜で。ダメなディレクターで歴史変えちゃおうよっていう人。あれでしょ？俺が上に謝ればいいんでしょ？行っちゃおうよ。いる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 。頼むよ。いるよ。まあ、とりあえず、時間いっぱいまで話してもらえばいいと思いますんで。はい。よろしくお願いしやす。はい。それでいきます。まず最初、谷口さんからの、コールからで。はい。じゃあ、行きましょう。5秒前。4、3、2。谷口大輔のオールナイトニッポン。ちょっと待って。手を挙げたら9ですから。こんばんは、谷口大輔です。普段は都内でサラリーマンをしています。若林春日とは中学高校時代からの20年来の仲で今日はやってまいりました。ちょっと待って、リスナーの期待に応えてやってまいりましたよ。アシスタントを務めてくれる若林君を紹介します。俺アシスタントなんすか？若林さんアシスタントですフォローもお願いします。パーソナリティ、メインパーソナリティの谷口さん、声に張りなさすぎでしょ。いやまだあれだ。谷口さん、もうちょっと元気出してお願いします。わかりました。よろしくお願いします。僕アシスタントなんですね。ここからじゃあ私と谷口でお送りするわけになります。はい、お願いします。今日は谷口さん、すいませんね、夜遅くにね。いや本当だね、これはせっかくのお休みでございました。いや本当に。あ、本当ですか。お家出たの何時ですか？10時半ぐらい。あ、10時半から、じゃあ2時間ぐらいかけて来てくれて。途中お茶してね。どこでお茶したの？ちょっと練馬あたりで。あ、練馬で降りてね。あ、そうですか。うん、あ、お茶してから来てくれた。うん、そんな感じ。なんか、今話したら、要するに、僕とは中学2年から谷口でクラス一緒で、春日さんと、俺、そういえば中1から一緒なんですね、谷口さんと春日。そうですね、まあ、家も近かったこともありますね。春日の第一印象っていうのはどうでした？ないね。覚えてないね。あ、覚えてないよね。うん、
そうです。僕との中二の時の初対面はどういう印象ですか。まあちゃんとはね。まあちゃんってのは。まあちゃんとはね。まあちゃんってこれね。説明お願いします。谷口がまあちゃんって呼ぶようになったのってもう21ぐらいの時。そうだね。それまでキポさんとかだもんね。うん、そうだね。そうなんですよ。うん、あ俺とは。もう中二からです。中二ぐらいからね。そういう感じでございますけども、うん、最近はあのどうですか春日は。春日、うん、春日はね、うん、嫌いだね。うん、春日と連絡取ってる。取ってない取ってない。全然取ってない。全然マーチャントは取るけど。たまに電話するよね。そうそうそう。春日一切ないね。一切ない。うん。あもうやかれてたもんなこれ。そう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 。なんで春日一切連絡ないの。なんか一緒にキャバクラ行ってたよね。2年2、3年前。そう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 。あそれから気合いついてた。金払ってるからね俺が。いや払ってないって。いやいや払ってるよ。タニーがいや全部払ってるから。タニーが払ってないって。矢口があれ。谷口。あこの全然受けないな。ちょっとすいませんあのやめろよ。ここでやめろよ。谷口のこと矢口って呼ぶの結構二人で面白いと思ってたんですけど、うん、やっぱプロの壁厚いな。うんうん、金をじゃあ春日は払ってないの。いや払ってないのその割り勘にしたよ。いやいや割り勘って言ってもあいつ2000円しか入ってないから、うんうんうん、財布に、うんうん、払いようがないじゃん。いや違う違うそれは詳しく言ったら谷口がどうしても行きたいと言って行ったのよ、うんうん、で連れてかれたみたいなとこだから、うん、私その頃もう当時金もないしね、うんうん、だからもういいよと今日はやめておこうって言ったら無理から連れてかれたのよ。あそうなの。谷口そうだね。じゃあいいじゃねえかよ。谷口あれ最近あれおかず何なの。おかず何にしてんの。ね、うん、どっちのおかず。いやあのあれあのセンズリのそれ言っちゃう。で結構さ、うん、大学生ぐらいの時はさ、うん、要するにローリンヒルをさ、うん、おかずにしてたけど、はい、要するにブラックのね、はい、あのヒップホップとかの歌詞が好きで、はい、知ってるそれ。それはそろそろ締めてもらっていい。最近何をおかずにしてるの。最近はあれですよ変わんないよ。はい本当、うん、外国やっぱり外国もそうだしやっぱ今、うん、ダウンロードあるじゃん。ダウンロード系が。え春日ももう毎晩ダウンロードして朝まであれずりあのセンズリ超えてんだって今だに。あいつは本当に変態だからね。あわかる。いやよく言われるんですよ、うんうん、本当に春日ってあんなに変態なの、うんうん、いやあの通りだから、うん、ああっていうことは言ってるよね。あ本当、うん、そうそうあの昔よくあのね、うん、谷口とあのぽっちゃりサイトを共有したバカ野郎それ言うんじゃないよ。そうだ矢口も。いや谷口な。あ全然受けない。そのパターンもうやめてもらっていいですか。谷を矢って呼ぶの受けないダメ。あの私は面白いです。いや谷口もそうだぽっちゃりが好きだから。好きだね。谷口と春日が二十歳ぐらいの時ナンパする時って絶対ぽっちゃり言ってたもんね。そうそう声かけるのね。言ってたし、うん、新しいぽっちゃりサイトを出したらお互いにすぐ早く教えるっていう密約を貸したらね。アホかお前は。あったあった。何言ってんだよ。あれ、若い子なのね、あれ解決した?あの、遊びに行くときさ、はい、谷口は車出すのに、うん、春日は一切出さないっていう。解決しないよね。あれ、前とそうなんだよね。ね。だから、いつも行くときは、あいつん家の前に車止めて、うん、あいつピックアップして、うん、ちょっとイラッとしてるわけよ、しかもあいつが。なぜか。毎回迎えに行ってるから。そうそうそう。それで、俺と谷口で一回攻めたことがあるね、春日に。なんでお前一回も車出さねえんだって。うんうんうん、そしたら、その俺から遊びたいとは言ってねえだろう。ああ、そういうね、そういう話よくあるね。そうそうそう。お前らが誘うから遊んでやってんだから、うん、お前らが来いっつって言ってね。さっきのキャバクラ論と同じなんだよね。うん。うん、結局自分は行きたくないと言ってるんだけど、はいはい、行ってないだけで行きたいんだよ。基本は全部。そういうとこがあんまり。そうそうそう。だから全額負担。あ、本当。になるんだよね。で、春日のことさ、あ、最近そういえばさ、このラジオはさ、谷口は聞いてくれてんの毎週。ん?毎週聞いてくれてんの。聞いてない。気持ちがいいね。え、ちょっと待って、お前マジで、一回も聞いたことない、うん。この前連絡もらって、うん、そのオールナイトニッポンでって話をもらって、初めて、うん、あ、やってんだと。嘘、うん、え、じゃあ聞いたこと一回もないの。やるねって思ったよ、でも。
オールナイトやってるってことは、うん、やっぱり喋りの地型で勝負しなきゃいけないからね、ラジオはね。もうでも谷口はラジオっ子じゃない、もう中高とラジオばっかり。ラジオっ子だね。何聞いてたラジオは、谷口は。え谷口はね、ラジオあんま聞いてないんで育ってるんですよね。あ、そう。どうこのラジオに出る気分は。いや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 。もうめんどくさがってたからさ、すごい。うん、いや、それはめんどくさいでしょ。あ、そう。うん。でも、だからね、もうこれ3回目の共演だよ。うん、1回はバーミヤンで、所沢の。あ、バーミヤンね。あの、春日が、うん、最低だったね。ドアを、なんか、壊したっていう、なんか、うん、うん、泥仕合。泥仕合ね。まもなく時間なんで、あの、落としてください。で、あと、うん、あれだよな。一回、オシャレイズムだ。あ、みんなと出たやつね。あれ、谷口正直、あの、爪痕残せてなかったな。生きてなかったね。全然前出れなかった。うん、一番前だったけどね。あれ、なんで前出れなかったの？緊張してたの？いやいやいや、話そうと思ったんだけど、うん、あの時、あの、うん、クリームシチューの上田さん、うん、上田さん、うん、全部話をね、切っちゃうから。そろそろ、落としてください。切っちゃってるから。うん。そこだぞっていう時に、ちょっとすいません、ディレクターさん、はい、CM に行くの遅かったんじゃないですかね。今もう、事故が起こっちゃったんで、今、すいません、すいません、ヨシキさん、今、谷口の、あ、うわ、タイミング悪っ！どういうこと？谷口の話し切っちゃうからがタイミングだったんじゃないんですか、CM の。そうなんだよね。やっぱダメ、春日は。勘が悪い。うん。ステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。ちょっと今もね、うん、あの CM 中にね、春日の指示が悪いっつって谷口がね、いやいやいや、すごい悪くない、別にそんなの。いやいやいや、悪すぎでしょ。え、もっと分かりやすく指示してもらわないと。分かりやすくない、もっと元気出してさ、パツ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 こう言ってもらわないとディレクターとしても触れないわけよ、 CM がトンと。うん、まああまりピリピリ、せっかく来てくれたんだ、うん、だいたい席もね、いつも春日が座ってる席に座っちゃってるしさ、うん、なんかどうなってんだ、私がゲストになってるからね。谷口お前、ちょっと太ったな、お前。分かった分かったやっぱ分かる、まあ、この年だからね、うん、分かったじゃないよ。ちょっとさ、俺二人にさ、うん、あのリクエストがあるんだけどさ、ね、よくあの高校の時さ、はい、ベランダでさ、はいはい、谷口のケツをさ、うん、すげえ、さ、谷口が、あーっていうやつあったんで、あれちょっとやってよ。あ、久しぶり、もう何年ぶりよ、あれ。あれはだって、17ぐらいの頃だから。うん。いやいやいや。だいぶ17。あれやってよ、あそこが、そこがベランダで外だとして。うん、やっちゃうの？ちょっと見せて。やっちゃう？うん。あれ俺。じゃあ、手すりだとして、壁がね。うん。うん。うんうん、まあ、大丈夫だよ。一回外した方がいい。一回外してさ、うん。ヘッドホン外して。うん。そこベランダね。ベランダ。うん、あ、そう、そういう、ね、谷口が外見てんだよね。そうそう、外見てて、谷口が、私が、こう、ね、気配を消して、こう近づいていくわけ。よし、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 よそうだ。懐かしい。懐かしい。あ、iPad って言ったわ。iPad って言って、うん、不良がする髪型だろうって。ワンセットになってたもんな。夏、よく覚えてたな。いやいや、ね、お前、iPad よく覚えてたな。iPad はよく言ってたね。言ってたわ。ケツ触ると iPad って。ああ、懐かしい。いろんなね、奴のケツ触ったけどね、谷口は一番いい声で泣くからね。今のケツはどうだった？しばらく10年ぶり、十何年ぶりに触ってみて。いいな。いいよ。ちょ、太ったけど、それが怠けてなかった。そんな太ったかな？いや、腹がそんな、お前出てなかったよ。お前たち痩せてたじゃん、どっちかっていうと。うん、あ、そう。うん。ちょっと太ったから。気にはしてないの、全然。いや、腹筋はしてんだよ、でも。いや、そんな話、広げる気ねえわ、そうだね。あー、いい、ね。ちょっと今ね、こう、メールがいっぱい来てます。やっぱり谷口さん、やっぱりリスナーの期待が高いみたいで。リスナーがね。うん。えっ、ー、とね、のぶちかさんね。大阪府の方。春日さんの嫌いなところ、ベスト3を教えてください。はい、はい、はい、はい。まあ、ケチとかですか？うん、まあ、もちろんケチはね、はい、入ってるけどね。うん、まあ、一番はあれだね。何一番？やっぱキャバクラ事件だね。だから。え、何それは何を根に持ってんの？
いや、だからあれどういう流れかわかんないけど、うん、その、まあ、飲んでて、うん、その盛り上がって、うん、その、キャバレーに行こうと言って、うん、いや、金ないから、うん、さっきも言いましたけど、うん、いいよって言ったら、うん、じゃあ、俺が今から金をね、うん、そのコンビニエンスを下ろしてくるから、うん、その金で行こうっつって。あ、じゃあすごい行きたかったんだ。そうそうそう。ちょっとムラムラ来ちゃってたの、谷口さん。ムラムラがね。あれは、だからずいぶん前の話だわな。いや、それはだいぶ前の話だ、ね。だいぶ前の話。うん、うん、で、じゃあそこまでするなら行くかって言って、うん、で、まあ行ったのよ、二人で。うん、で、まあ、ね、1時間とか、まあ延長もしたのかな、盛り上がっちゃって。うんうん、谷口が笑い取ってたの？笑いは取ってたかな、うん、うん、谷口さんが。その時ね、うん、売れてなくても、春日っていうのを、その子たちが分かってて。うん、え、なんで？あのね。なんか知ってる子がいたんだよね。だから、Q 様とかで潜水に、あ、そうそう、それぐらいの時。へぇー。うん、で、行ってさ、うん、もう谷口さんご機嫌でさ、うんうんうん、女の子に飲ますわ、うんうん。まあまあ盛り上がって、うん、で、お会計になった時に、やっぱそれなりのね、うん、その額が来たわけですよ。うんうんうん、来たね、来たね。ほんで、そこでちょっと、あれだから払えと、春日にも。うんうん、で、言ってきて、で、いやいや、持ち合わせがないし。あの時なんか金ないじゃん。金ないし、うん、そもそもね、まあ、ついて、私も来たけども、うん、その谷口さんが、うん、まあ、来ようって言ったわけだから、うんうんうん、ちょっとこれは厳しいですぞと、うんうん、言って、うん、まあまあ、まあ、払って、うん、そっからですよ。お前が払ってないっつって。じゃあそのお金を今、うん、春日が谷口に今払えばいいじゃん。そう、返してくれればいいんだよ。いや、そのおかしな話でした。そしたら谷口の気も収まるわけでしょ？いや、その後もあったんだよ。その後？いや、この前話したじゃん。何の話？いや、その後もまたちょっとキャバクラに、今度俺が行って、一人で？いや、友達と行って、したら、春日をまた、まあ普通に話してたら、春日をすごい好きな奴がいる。うん、別に俺、春日の友達とは言ってないんだけど、所沢だよね、みたいな。あ、でも知ってるよ、と思って。で、その時に春日に連絡をして、お前のことすごい好きな奴いるらしいぜと、多分相当いいよと。ああ、そのいう話をして、じゃあまたなと、じゃあまた行こうみたいな話をした、したら2、3日後に、そのキャバクラの子から友達経由で連絡が来て、春日さん来ました。うわーえげつなーいや、俺全然聞いてないから、友達から、一緒に行ったの、いや、聞いてないよと。うわぁ、気持ち悪い。意味わかんないよね。そういうところなんだよね。今から行くとか行ってきたとかメールも何もないわけでしょ。そう。だったら、じゃあ行こうよって誘われれば、ほら、俺の立場もあるじゃん。ね。お前の立場キャバクラ内での。知らねえよ、そんなの、うん。まあまあ、そうな。うん、だそれは、私が、その、別にね、別の友人と言ったわけですよ。だいたい、その、ね。いや、でも、矢口がさ、谷口です。あ、椅子のギーって音しかしなかった。うん、椅子の音しかしなかった。いや、でも俺、マジで、普通にごめん、矢口って呼んでる時あるんだわ。あ、はいはい、もう、慣れてて。谷と矢口だから。まあいいや。いいけども。谷口が、お前にそれを教えて、お前がそのキャバクラに行こうと思ったのは事実なわけだろ、それは。まあ、そうだ、ね。いや、まあとかが腹立つんだよ。そうなんだよ。だいぶね、そのね、その体型的なこととか顔的なこと、だいぶ、あ、こいつのタイプだなって俺も分かったから。ああ、良かれと思って言ったんだ。そうそうそう。だから、そしたら行ってきたとか言えばいいじゃないですか。教えてくれたのは、タニーなわけだからさ。行ってきた、そうね。うん、そう、うんで。そういうのがないのが、超嫌い。ああ、それは春日さんどうします？まあ、それは確かに陳謝だね。じゃあ5万だな。5万を谷口にも春日が渡すって、これでもったいうちにしようぜ。いや、ちょっと金かはね。いやいや、金の問題だよ。いくら欲しいわけ？いくら積んでくれたら谷口はチャラにできるわけ？この話を。10ぐらいかな。10ぐらいかな。10は欲しいだろ。おい。お？いやいや、なんだ10って。いやいや、考えたんだよ。総額いろいろ払ってんなと思って。でも。どういうこと総額って。総額って何？いや、いろいろね。うん、ちょ当然ガス代、もうガス代半端ないと思う、ね。ガソリン？うん。あの、車で迎えに行った時に。そうそうそう。あとは、ビデオ代とか。うんうん、ビデオ代？いや、基本的に俺が買って、もしくは借りて。うん、あ、AV のこと？そう、AV。うん、うん、のとか、うん、借りて、うん。お前いいなって思って、でも大体タイプ2回やってるじゃん。
からそうだな。年上のふくよかな人でね。だから、いや、言うなよって、お前なんでそこが隠したがるんだよ。で、お前で行かないから俺が買って、うん、で、こいつに貸すっていうパターンがある。ああ、そのパターンあんだよね、うん。こいつがダビングするみたいなね。うんうん、そういうことがあるじゃんっていう。あるあるある。あの服もそうですよ。服なんかそうだったの服で俺買って。服だって、サイズが違うから。いや、サイズだから買って、俺が大きめの買っちゃって、うん、うわ、でかいわと、と、うんうん。で、お前じゃあこれ3万で買ったのじゃ1万で売ってやるよと、と、うん。あったろ、うん、で、うん、いやいや、じゃあ借りとくわと、と、うん。行って3年後ぐらいに、うん、じゃあこれ買うわと、と、うんうん。もうシーズン3年行ったらもう俺も好み変わってるじゃん。うんうん、いや、知らねえよ、お前の服の好み。それは覚えてないな。実際じゃあ、その、もろもろあるけど、それ、こまごましたとこ含めて、いくら積んでくれたら言う、うん、それははっきりさせる。まあ、50ぐらい。増えてんじゃん増えてんじゃん今考えてやっぱ、そんぐらい必要だなと思って。いや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 。でも、俺もそれ言ったら、谷口にさ、うん、俺たちのもう、これ何年も前からなんだけどさ、うん、あの、テニス部の光武さんがさ、うん、あーその件ね、俺のことをいいって言ってたのよ。それ言うね、あなたね。うん、いや、言うだろ、これは。いや、言うだと思うよ、それは。それはでもね、谷口さんいけないですよ。いやいや、いや、谷口さんいけない、これ。あれ、高2ぐらいの時でさ、うん、テニス部のね。でも、光武さんでさ、ショートの、ね。その時、俺、女っ気ゼロじゃん、俺らなんか。そしたらさ、それをさ、俺と谷口の距離感でだよ。うん、こんだけ電話とかね、うん、遊びに行く中で、うん、光武さんが俺のこと気に入ってるなんて、そんな、ね、ビッグな情報を、俺に流さないなんて、うん、頭おかしいでしょ、これ。しかもその、光武ちゃんっていうのは、うん、結構べっぴんさんだよね。いや、めっちゃ可愛いよ。めっちゃ可愛いよな。ね、じゃあ俺だってそれ卒業して、うん、だって帰る3年後ぐらいに聞いたの、谷口に。それはなぜ、なぜなじゃあ俺マジで、あれ、あの時、うん、谷口から、光武さんが、うん、気に入ってるらしいよって聞いてたら、うん、俺は間違いなく、うん、光武さんと友達になろうとするじゃん。まあそうだろうね。そう、ね、そりゃそうだ。するでしょ、うん、したら、うん、俺、今ここにいないもん、俺。俺、司法書士になってるもんか。そんな道変わるこんな、だから、俺がそのひねくれないからだよ。高校生活に。確かにね。私がきっかけってこと？いや、お前のせいで俺が今、ね、俺が、下痢したのは。うん、その服、それはどうかな。いや、笑えや、下痢んとこで二人で。笑えねえ、それはさ、笑いを強要されてもさ、こっちもさ。うん、いや、でもそれはお前らの悪いところで重いんだよ。全然笑わなすぎるんだよ。そんなことはない。面白いものは笑うよ。いやいや、じゃあ俺はあんま面白くないよ、二人のこと、正直。えぐってねえから、お前らはさ。いやいやいや、そんなことないでしょ。いや、もう全然面白くない、うん、お前らは。だけど俺は、このファミレスの会を、うん、夜を盛り上げたいから、無理して笑ってんだよ。うん、それなのに、うん、お前ら二人は重すぎる。つまんねえくせに重すぎる。そうかな。それは直そうぜ。いや、むっちゃ笑ってるよな。笑ってるよ、それは。笑うときはガッて言ってるよ。ほんとか、うん、お前俺の笑い好き。大好き。何の確認だよ、これ。これは良くない。いや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 。いや、これ大好きだって。俺も谷口の笑い好きだもん。で、俺3人でやりたかったね、もともと。そしたらパン屋が潰れちゃったからさ。言うね。はいね。パンジュール。さっきから言うんじゃないよ。パンジュールがさ、で、2店舗くらい持ってたんだよ。ボンジュールをね、ダジャレでね、パンジュールっていう。もうずーっと。親父バカにしてんのか。看板がずーっと滑ってたんですよ。埼玉の硬い中でずっと滑ってるっていう、ね。みんな真顔で通り過ぎてたっていうね、パンジュールの。まあ、それはいいじゃん。まあ、それはね。まあまあまあね。もう一個メール、来てて、うん、カンガルーさん、名古屋の方ね。は、う、い、ん。谷口さんは、はい、高校時代、はい、パシリをさせられていたと若林さんが言っていました。はい。これは本当ですか、はい、っていうのが来てますけど。あったね。基本、中高、男子校だからね。だって、谷口はさ、休み時間に杉にさ、うん、杉のことを教室からだよ。うん、あれ、あの時3階だよ、こういうの時、うん。3階からおんぶして、杉、うん、杉は、うん、教室の机、椅子から立たないの、うん。谷口が横にタクシーみたいに呼んで、谷口におんぶして乗っかる。そしたらその3階から学食まで階段降りてずっとおんぶで。で、パンを買うとこで降りんの、杉崎、うん。で、パン買ったら、口に加えてまた谷口におんぶで乗っかるの、うん。で、したらまた3階まで上がってくるっていうのを繰り返してる、ね。あれはね、お昼の風物詩だった。
全然見たことある。いや、杉はそうだったね。そうそうそう。でもなんか、その、楽しそうな感じでね、二人とも。いや、いつもニコニコしてんだよね、杉が。なんか、パシー行ってこいって感じじゃないよね。じゃなくて、谷口って呼んで、この響き懐かしくて、谷口全部ね、筋トレなんだよね。ああ。筋トレのメニューが尋常じゃなかったね。ああ、なるほど、やるさ、なんかやってたな。そう、ラグビー部でしょ？ラグビー部のメニューをサッカー部だったけどね、俺は。なぜかサッカー部だけど、メニューしてたっていうのはあったよね。あったあった。で、帰る方が一緒って、私、谷口さんが。で、何人か他のメンバーもいて、よく行くその公園があったのよ。あったね。そこでね、その公園の遊具使って、知ってる知ってる。筋トレやってたからね。サーキットトレーニングね。しかもめちゃくちゃきついやつね。超きつい。なんか、一口ゲロみたいなの入ってたもんね。やばいよ、やばい、あれ。で、そういえばさ、全然話変わるけど、お前さ、高二の真ん中ぐらいからさ、しょっちゅう一口ゲロを急にしてたじゃない。うわーとか言って。したかな？いや、してたじゃん、一口ゲロ急に。いや、なんか、爆笑とかするじゃん。したら、うわーつって、一口ゲロを結構、一日一回ぐらい吐いてて。で、お前、あれな、なんだったんだろうね。いや、お前、覚えてない、一口ゲロ。全然覚えてない。え、俺、お前、なんで一口ゲロよくすんだろうと思って。普通に喋ってたら急に。ペーって唾吐いたのかなと思ったら、なんか結構ゲロ吐いた。ああ、私もそれ覚えてないな。俺も覚えてないな。あんまそのイメージないな。自分ちゃう？いや、俺一口ゲロ吐いてたら、もっとなんか使うもん。面白いから。そりゃそうでしょ、一口ゲロ。で、あれさ、あのベランダでお尻やるやつもう一回やってこうね。そうだな。長めで。ちょっと。いや、俺あれ好きなんだ。ちょっとヘッドホン。こっち側でやる。ああ、そう。壁側じゃなくて、そのさ、お客さん向きにやる。俺あれ好きだからさ。じゃあちょっと、これ、急にやる。シチュエーションは大丈夫。じゃあ俺、チャイムやるね。キンコンカンコン。キンコンカンコン。キンコンカンコン。ここでベランダね。谷口が外見てる。で、ガズが後ろから忍び寄って言って。アイパンいいよ。あ、しげちゃった。アイパンってあの不良がする髪型でしょ。そうそうそう。あ、しげる。あ、蘇るね。あの頃が。いや、楽しいな、谷口な。しない。谷口さんは我々のライブとかをずっと見に来なかったじゃないですか。はい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 。テレビは出るようになってから見てくれてるの？それは見るよね。あ、例えば M1 とかは見てくれてたの？あ、M1 は見た、うん、リアルタイムで。リアルで見た。あ、家で見てたの？見た見た見た。どうびっくりした、俺らが上がってきて。あ、やるなって思ったね。それで2位になったじゃない。うん、それ見てやっぱり同じこの3人グループだったわけだから、うん、涙しただろ。うん、やるなって思ったね。え、泣いてない？え、泣いてないでしょ。え、どういう目線で見てたの？やるなっていうのは。うん。いや、だから、うん。それはさ、こう、声とかで、おーとかはないの？もう、ずーっとこう、同じ体勢で。うんうんうん。やるなって、心の中で思ってるだけ？そうそうそう。え、あの時も、お前、あれだっけ？え、もう働いてる、あ、3年ぐらい前だから。ついこの間が別に。2009年？あ、そうか、ついこの間だよ。もう結婚したね。ああ、じゃあ家で見てて、嫁と見てて、なんか、俺の友達だよとか言わなかった。いや、嫁知ってるじゃん、だって。ああ、そう。嫌いじゃん。嫁、俺のこと嫌いで、で、こいつの結婚式の時に、俺、ご祝儀袋がなかったの、急に行って。で、結婚式も行ったことなくて、裸で3万渡したの、谷口に。嫁のいる横で。はい、これ、お金、つって。そしたら、それから嫁が俺のこと嫌いなんですよ。ブレーダーの人って。でもね、金は払ってるでしょ。こいつ払ってないからね。マジで？そう。そこなんだよ、ね。え、なんでお前、ご祝儀払わないの？いやいや、まあ、やっぱ金もそんなない時期だったし、そういう問題。それが分かった上で、まあ、呼んでくれたんだなっていうのもあって。え、それ、お前やばい、今払った方がいい。うん、谷口いくらぐらい欲しい？だから 100？ おかしいだろ。お前、俺今思い出したよ。お前、だんだん値段上げんじゃねえよ。いや、もろもろ思い出したら。くだらないんだよ。あの、こしゃくな技術使いやる。値段上げるとくだらないんだよ。いやいやいや。やっぱ大体、10、50、100で行くもんだよな。そうだね。そうだね。そうだね。じゃないんだよ。それ、嫁って本当俺のこと嫌いなの？
うん、嫌いだと思う。なんでよ。だって全然さ、うん、普通こういう場だったら、うん、あ、こういう場っていうかこれだったら、うん、会いたいよとか言うじゃん。うん、今度、連れてきなよとか。うん、家にね、うんうん。一切ないもんね。え、なんだよ。いや、嫌いだから、ね。何が理由で。いや、わかんない。え、カスが。私は？お前も嫌いだと思うよ。え、オードリーちゃんも丸ごと？うん。え、なんだ？金払ってないでしょ、お前。え、ちょっと待って。ちょっと待って、その理由？いや、そういう、だってさ、そういうの一番重要だよ。そうなの？そうなの？社会人ってそうなの？俺が裸で渡したのも良くなかったわけ。なんか、どうなんだろうね。うん。わかんないけど。え、そういう、おかみさんはそういうのを、ちょっと。おかみさん？いや、おたくんとこの、お嫁さんがね、うんうん、そういうのは気にするタイプなの。気にするっしょ。礼儀というか、マナーというか。マナーは。じゃあ、お前はもう払った方がいいよ。うん、いくらぐらい払えばいいわけこれ。いくらぐらい足りん ?200 だろ。刻むね。刻むね。うん。ね、うん、いや、お前に言えねえとか言われたくないから。でさ、あの結婚式の三次会あるじゃん。はいはい、はい。俺らだけ別の位置に隔離されてたじゃん。したね。あれどういう、あの、確信犯なの？いやいやいや、そんなことないよ。あれなんで隔離されてたの？いや、あれもともとね、うん、みんな言うけど、うん、部屋取ってなかったからね。え？三次会？だってお前ら会社の人とだって一緒。じゃあ会社の人いなかったよ、あれ。いや、会社の人いたじゃん。あれ幹事の部屋だよ。三次会？三次会。え、三次会会社の人と機嫌よく飲んでたよ。そうだ、会社の人もいたし、地元のなんか、俺ら、我々が知らない友人とかもいて、その人らは結構広めのね、そうそう、だから俺らが、部屋で俺らとか混ざってほしくないから隔離されてた。なんか、ちょっと離れた、暗いさ。いや、うん、いや、あれは近しい人だけが集まった部屋であって、じゃあもうお前の？そうそうそう。うん、いや、そうそう、それで。近しい人に入ってないことがおかしいだろ。近くないでしょうが。いや、え？なんで近いだろ、俺らこそ。近いだろ。近いだろ。近くないでしょうが。いや、それでさ、そうそう、私ね、あの時ほら、離れたさ、半個室みたいなのが暗いところに詰められたじゃない。うん、で、もしかしたら、その部屋がね、その、でかい部屋とかが人がいっぱいいて、我々が入れないから、谷口も泣く泣くね、そういう部屋を急遽取ったのかなと思って。いや、急遽取ったんだよ。で、見に行ったのよ、みんながいる。したら、全然入れる。すごい。いや、あ、そうそう。なんならテーブルとかちょっと空いてるぐらいのね。入れない。いや、入れたよ。いや、入れない。いや、我々も入れた。ひどいやつだな。入れない。ひどいやつ。じゃあ、俺、それだと、それで、谷口来ねえなってみんなでね、言ってて、トイレ行ったら谷口のでけえ笑い声が聞こえたから、まさかと思って覗いたら超ご機嫌に、いや、お前がさ、とか言ってたから、その場をいじってたもん。回してんの。回してたでしょ。まあまあ。俺の日じゃん、あれ。いやいや、それ、お前、そういうとこあるわ。我々だって待ってて、ドリンク頼んでいいのかどうなのかみたいな。まず金払ってねえじゃん。いや、みんな金払ってっから。いや、お前金払えよ。今払えよ。うん、今払うってそんなもんなんだよ。いや、それはマジだよな、谷口。これはもう200とかは嘘だけど、正直今は、4払ってる。リアルだな、おい。300って言えよ、そこは。4万ちょっと谷口今日来てくれた分も含めて、いや俺もそう、今日はもう谷口は完全なるノーギャラで来てるから、うん、いやそうだからね、本当に初じゃない、いやいやゲストでノーギャラって、いやいやいや、うん、本当にそうだよ、うん、まあありがたいけどね、いやまあそれで M1 からね、うん、M1 見た時から結構テレビに出るじゃない、うんうん、そうだね。どう俺たち。俺たちのテレビは見てくれてんの2年ぐらい、ここ。いや見てるね、それは。あ、チェックしてる、それは見てるね、チェックしてる、うん、チェックしてるね、どう俺たち。ね、さすがにね、うんうん、あの、見ないって難しいじゃん、そんなに。え、見ないようにしたいわけ言う、ね、最初はしてたよ。なんでよ。イラってくるじゃん。なんでよ。何がよ。え？なんでイラってくるの？え、ちょっと、うん、何売れてんのみたいなもあるでしょ。お前、ほんと、クズだな、お前って。なんなんだよ。じゃあ、俺らがさ、散々何年もテレビ出れないの、お前知ってるわけじゃん。知ってるね。で、まー、あ、ちゃんどうなるのっていう時期もあったわけで、うん、あったね。それでテレビ出たらもう応援するしかないよ、これ。いや、もちろん、ね、中学からの中だったらな。そう、私なんて、そのまだ全然テレビ出てない頃ね、うん、その、家族に紹介されたんだもん。あ、来たんだ、春日って言って、姉ちゃん夫婦が来てて、甥っ子と姪っ子か、正月来たね。うん、んで、春日ってお笑い芸人やってるから、みんな応援してあげてくれって言って。え、何その丁重なやつ、俺全然そんなんないぞ、俺。マジで。うん、お前さ、あんまり、家族にさ、お前の、俺のこと合わさないようにしてる。いやいやいや、それは遠いじゃん。ほら、こいつ地元じゃん。そうかそうか。うん、そんで、おいっ子とめいっ子にサイン書いてね。うん。そうそう。まだサインなんか全然書いてないから。それすごい喜んでた。あ、それも今持ってんの、お前。いや、すごい喜んでたね。いや、だからお前も超喜べよ。うん、そうよ。逆にね。逆にとかじゃねえだろ。逆なんかねえよ。
同じこと言わすんじゃないよ。いや、なんでその見ないのよ。喜ぶべきだよな。そうよ。で、周りとかにもさ、うん、ね、そう。いや、だから今は喜んでるよ。え、一時期複雑な時期やったってことそうそうそう、わかるじゃん。それは乗り越えたわけ。そうそうそう。それは、もし俺もトリオで行ってたら、うん、このとこに立ってるからみたいなところもあるわけ。いや、もうそういうのもあるし。それが大部分だ。そういうのもあるし、うんうん、いや、わかんないけど、複雑にあるじゃん。どういう気持ちよ。いや、なんか、うん、その自分の立ち位置と、うん、その、そうなってるっていう、その、うん、あ、やばいな、みたいなのもあるじゃん。ああ、言ってたな、前な、うん。頑張んないとな、みたいなのもあるじゃん。なるほど、そう、うんうん。それが、ね、まーちゃんだったらいいよ。うん、すごい頑張ってたよ、昔、うん。一緒にさ、お笑いのビデオとかまーちゃんよく見てた。お前さ、あんま言うな、そういう話。見てたじゃん。うん、いや、なんで言うなっつってから勢いも増してるんだよ。いや、ネタ帳とかむっちゃ書いてたよ。お前やめろよ。で、俺超見てて、うん、うん、面白いとか面白くないとかやってたじゃん。うん。こいつ何にもしてないじゃん。あ、それをね、谷さんはよく言うよね。うん。そんなことはないよ。いやいや、それ見てるもん、俺。いや、そんなことはないよ。こいつ、谷口は、うん、だから、生き証人じゃん。うん。じゃ、俺もあんま本当こういうこと言うと変に反応する奴らがいるから言いたくないけど、うん、こいつね、うん、何もしてなかったっていう感覚ですか、谷口さんは。そうですね。なんかね、それをなんかね、時代が追いつくのが待ってたみたいなね。で、こいつが本当ね、はいはい、メンタルが強いみたいになってんだよ。うんうんうん、だってさ、うん、こいつ就職活動してたでしょ大学。いや、就職活動はしてないよ。マスコミ セミナーに通ってた。いやいやいや、もうそれがおかしいじゃん。だって、おかしかないよ。やっていくって話をしてて、うん、ね、毎晩ね。あの吉祥寺の家で、うん、もうガーやってたじゃん。お前あんま言うなってガーやってたって感じよ。俺は力抜いて気づいたらここみたいにそういう風に見られてんだからさ。知ってるから。知ってるから言うなよ。俺はあんまり努力してなかったな。遊びほうけてたわ。やってたよ。お前やめろよ。まあでもまあそういうのもあって。なんだこの話。なんだよ。お前が何イニシアチブ取ってんだよ。なんなんだよ。いやいやね。だからそういうとこ含めると。うんいやだから最初出てきた時は、うん、まあ、春日面白いみたいな感じだったじゃん。うん、そうそうそう。そうそうそう。それは谷口的には、うん、うんと思ってたでしょ。ダメ。なんでダメって。ダメってなんだよ。面白くないじゃんって言って。ってそれはね、谷口さんのその、嫉妬ですよ。いやいや。でも、最近すごくよく見てるけど、うん、あの、日曜日の、あの、スクール革命。もう完全にザキヤマさんに押されてるやん。おで自身も分かってるはずよ、うん。いや、押されてるというか、まあ、その、やり方が違うってね。一概にその押されてるってのはどうかとは思うけどね。あねあ、でも見てるんだ。見てる。スクール革命。見てる。あ、そう。あれ日曜の俺。他に我々が出てるので、まあ、よく見るな、みたいな。あとはね、うん、あの、これってありですか。あれ見てるね。どう？あ、そう。あれはいいね。いい？うん、らしさ出てるね。らしさ出てる。あ、その演技とかそうそうそう。え、らしさが出てない番組もあんのじゃ。それわかんないけど。ああ、わかんないよ、それは、うん。なんかなんとなく違和感というか、集まんねえなって思って終わるのもあるけど、でもこれってありですか、うん、あれはいいと思う。うん、結構見ちゃ う, う。見ちゃう。いい演技してるよ、春日。おこれ、うん、褒めるとちょっと嬉しいね。うん、でもちょっと、やっぱ嬉しいね。まあな。うん。うん、一視聴者だからな。そうね。うん。うん、面白いと思うよ。ああ、そう。ああ、そう。うん、俺の、あの、いろいろ見てくれてるの、あの、滑らない話とかも。うん。どうだ、何の話してた俺。ごめん、ちょっと、見てない。そこまで注目して刻んでは見ないでしょ、それ。ビデオを撮ってみたりとかはしない。そこまでないでしょ。その自分とこのさ、うん、その、ブルーレイレコーダーとかにさ、うん、オードリーとかでさ、うん、登録はしてないわけ。それないでしょ。いや、しろや。ないでしょってことはねえだろ。うん、お前、ダメだよ、このラジオ聞かなきゃ。うん。とりあえずラジオ聞きなよ。いや、今日でもびっくりしたよ、だから。何よ。いや、オールナイトニッポンだ。いや、お前、だってもう、だいぶやってんだよ。そうよ、もう、79回目だよ、今日。あ、そう。お前、聞けよ。やるね。そん中でお前の話も出てきてるから、79回。だから、リスナーの人は、谷口をすごい知ってるわけよ。メール来てますよ、だから。他にもね。谷口さん、これ、はい。ラジオネーム、のっぺんさん。谷口さんに聞きたいです。架空請求にお金を振り込んだって本当の話なんですか？どんだけ真面目なんですかって思ってるけど、うん、あのエロサイトにさ、はい、あの来てな、でこれ俺と春日で架空請求だから仕方してりゃいいんだって言ってたら、はい、いや俺こういうの払っちゃうんだよ、払っちゃう、二十歳ぐらいの頃か、はい、あれな、はい、あれ何本ぐらい払ってた、うん、3万円払いました
あの、振り込み詐欺の走りだね。あの前、時代の最先端行ってたよ。いいね。行ってるね。まだ全然話題になる前だもんね。振り込み詐欺は。はい。あ、これ間違いないなと。あ、振り込み詐欺に？いや、じゃ、うん、請求が来てて。本当だと思った。これ、俺やっちゃったなと思って。いや、だって言ったじゃん、架空請求だって。そうよ。ちらほらあの頃ニュースとかで出てきて。出始めぐらいだな、エロサイトの架空請求。で、二人はエロサイトをすごいやってた、朝まで。もういつも熊があった。だってもう電話しながらやってたもんね、やってたね。電話しながら、うん、パソコンいじりながら、実家でお互いにその家の電話で、うん、今ここ行ってみるんだけど、つって。うん、行き方とか今このサイトここ行って、とりあえずそこの、うん、そうそう、そこのあの、うん、うん。そこのリンクから飛んでっつって。それいくつぐらいの時それ。それ、19、20歳。あの、エロサイトが出てきたぐらいだ、世の中に。そうね。春日がまた見つけるんだ。春日は見つけてたね。私は執念深いからね。すごい。だって未だに朝までエロサイトやっちゃう時あるっつってたもんね。やっちゃう。すごいよ。本当に、うん。え、ダウンロードの速度は、その時は遅かったの？遅いね。なんでユニゾンだよ。あ、まだ電話回線だったからな。うん、むちゃくちゃ遅いし、今実家のパソコンだから、どうやって履歴消すかとかな。そうあれ、なんかバレてなかったっけ、春日、履歴。私はバレてない。あ、バレてない。うん、谷口は、うん、いや、俺もバレてないよ。あれ春日、履歴バレてないんだっけ。私バレてない。ウイルスに入られたんだ。あ、そう、こいつウイルスに入られて、そう、うん、パソコンぶっ壊れちゃってっていうのがあったね。一回修理出したんだ。そう、最近もいいさ、サイト見つけたのよ。あ、そう。うん。海外飛んじゃうんだけどさ。あ、そういう、後から。今話してんじゃねえよ。うん。何それ情報コン。え？今聞こうとしてんじゃねえよ、クズ。もうオールジャンルよ。あ、そう。うん。後で教えれば、そういえばさ、うん、車に生卵ぶつけたさ、はい、コーティング量かかってたじゃん。はい、あれ、今の乗ってんの？あの車。乗ってるね。あ、あれ乗ってない、あの車。乗ってないんだ。うん、生卵な、何？今の車のナンバー何？今、427。お前言うなよ、ラジオで自分の車のナンバー。おお、そうだね。遅いわ。今気づくんじゃないよ。ふざけんなよ。そうだよ。オードリーのオールナイトニッポン。ここのゾーンでも谷口さんとはお別れになりますけど、結構喋りましたよ、もう谷口さん。もうそんな時間？45分ぐらい喋りましたね。喋ったね。うん。どう？力発揮できた今回。いや、まだまだだね。まだいける。まだ45分だもんね。うん。これから。これからって感じ？え？これ失礼ぶっこりました。うん、メール来ててね。レインボーママさん。はい。谷口さんが来たらぜひぜひ、泌尿器科の話を聞きたいですっていうのが来てるんだけど。ああ、以前ちょっとね、そっちの耳に届いてるから、ここの番組でね、軽く話させてもらっちゃったのよ。なんか受験かなんかの話の流れで。バカか。いやでも。バカです。バカだろ。でもなるべくその柔らかく話したけどね。でも実際あったじゃないですか。そうですね。時期的にね。で、夜中電話かかってきて、私が受験勉強してる時に、ね、その、ちょっと、違和感があると、言って、うん、ちょっと調べてくれないかって言って、受験勉強中なのに、うん、ホットドッグ持ってきて、そうだね。そこのそのチャート式のあれで、うん、一応症状をお前に伝えたね。うん、いつからだとか。うん。偉いな、ちゃんと調べてください。そう、全然、はい、家で答えてください。うん、やってさ、うん、で、結果ね、うん、うん、まあそういうことだったという、うん、ことです。なんか、うん、だいぶ腫れてたんだって？尋常じゃなかったね。なんか土の子みたいになってた。いや、そう、うん。これはやべえぞと、うんうん、いうのがあって、うん、まさかぞ。あれ公園でみんなで見てね、大爆笑したもんね、うん、だって、うん。うん。そうだね。うん。だから先駆けだよ、仲間内だよね。でも偉いな、お前はな。うん、何が？いや、ちゃんと治療して。そりゃそうでしょ。うん、だってそのままにしとかないじゃん、お前は。それそうでしょ。お前のそのままにするやつなんかいないでしょ。お前は本当に偉い。ちゃんと治療するから。うん。ちょ、何ですかこれ。若林さん。いや、楽しいじゃん、こういうのが。わかるけど。うん、その時はでもさ、うん、その内心どんな感じだったの？死ぬって思った。死ぬとか思ってんじゃねえよ。いや、でも、やっぱね、うん、これやばいと。
尋常じゃないなというのがあったから、うん、でもうこいつに調べてもらったら、うん、もうドンピシャだと。そうね、うん、お前なんか家庭の医学すごい調べるの早いもんね。早いし、うん、その頃はやっぱりね、いろいろちょうど春日の今の二の腕ぐらいまで腫れてたな、うん、確かに、うん、そんなに腫れてねえよ、うん、でもお前偉いな、ちゃんと治療してさ。そりゃそうでしょ、お前のそういうところ俺好きだよ結構。いや、そうでしょ、ちゃんと治療したんだな。いや、それそうでしょ。何このくだり誰も笑ってないですよ。本当かな。そう、ガラスの向こうの人たちと。あれ、カスカ、お前なんで唇から血出てるの。そこでしょ。え、血なんか出てるわけない。あ、血出てるね。どうしたの。どのタイミングで出てるの。今突っ込んだところじゃないですか、うん、あんまり突っ込まないから普段。そうよそうよ、反応しちゃって。何このくだりの時に避けたんだよ多分。むっちゃ血出てるよ。うん、だからやめて、わけのわからんそのくだりやるの、うんうん、唇が血出ちゃう。あれなんじゃないの、口がやめてくれっていうことなんじゃないの、お前が喋ること。SOS 出してる、うん、いやいやいや、なことはない。そろそろね、お別れのお時間だ。あ、本当に、うん、もうちょっとやりたかったな。ちょっと寂しいね。あ、それはそれで、また出てよ、うん、次のスペシャルウィークで。ちょっと考える。なんでよ、いいじゃん、だって。なんでよ。呼んだら来てよ。いや、お前に言われたくないんだよ。まずお前金払えよ。そっからだろ。お前取り立てに来ただけじゃないかよ、お前。いやいや、だからまた今度な、会った時に。なんか、春日さん、ここ、うん、血止まりました。ちょっと時間ください。今日はいろいろハプニングが起こるね。俺が下痢で春日さんが。口が血出すね。ここでね、なんと谷口さんから手紙の朗読があるんですって。はい、何それ。マジですか。何なんこの番組。あるんですか。じゃあちょっと読んでいただきましょうか。わかりましたよ。はい。じゃあお願いします。はい。よろしいですか、うん、若林春日へ。売れない時代によく遊んでましたね。飲みに行けば全額払ってあげましたね。売れた今全くリターンがないのにイラッときてます。普段テレビをつければ多くの番組で二人を見ることができます。まあ忙しいんだなと思い、たまに許してあげようかなとも思います。高校時代に話していた夢を追い続ける二人を見てると俺も負けられないなと勇気づけられます。まだまだ30代、お互い走り続けていきましょう。応援してます。これあの、うん、こういうパターンで言うのも あれなんですけど、うん、全然感動しなかった。いや、若林さん、今若、それ口に出しちゃいかんよ。最悪だな。むっちゃ真剣に今書いたぞ。いかんよ。お前真剣に書いたか、これ。書いてるよ。見してろ、これ。見して、うん。お前が書いてる。ああ、書いてるね。書いたよ。なんかね、まだまだ30代のとこが一番面白かった。そうだね。マジで、うん、超いい言葉だと俺思ってたけど。まだまだ30代。まだまだ30代。いや、わか、春日さんどうでした？ちょっと、金金言い過ぎだなっていう。お前、いやいや、お前ちょっと谷口、困ってんのか、お前。いやいや、全然困ってないけど、うん、やっぱそういうとこは大切にしていきたいなと思ってるから。確かにお前にモーヤンカレーおごってもらったからな。うん、あれ、じゃあ、今度、お前、血だらけ。涙流せ、お前。うん、血が止まらなくてね。うん、力血がね。お前に、じゃあ飯食いに行こうよ、今度。うん。あ、いいよ。そういうの。それは何、何終わり、当たり前だろ、そこの。この手紙読んだらよ、俺もよ。あ、じゃあそれで行こうよ。うん。うん。じゃあ私も新とこの、新とこのキャバクラ怒るよ、そしたら。な？うん。なんでちょっと渋いんだよ。まだまだ30代よ。まだまだ30代。うん、これからな。カズさん感動した、やっぱり。はい、感動した。そう、ま、あんましなかったですけどね。はなんで。いや、だって、超、だから俺、いい感じだと思ったけどな。まあ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 、まあでもその思いはね。あ、でもまあ、あれだもんね、国語すげえできねえもんな。国語ダメなんで。うん、俺、数学派なんだよね。そっちだもんな。ああ、まあ、そうだよな。うん。うん。ということで、ここでね、もうお別れになっちゃうんで。はい。ありがとうね、わざわざ。ごめんね、こんな時間まで休みの日にね。本当だよ。また来てね。頼むね。また来てね。ちょっと検討する。いや、すぐ、うんって言えや、お前。あ、開けてほしいね、ってやって。
最後、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 最高校時代に話していた夢を追い続ける2人を見てると俺も負けられないなと勇気づけられます。まだまだ30代お互い走り続けていきましょう。応援しております。オールナイトニッポン。いや、こうやって聞き直すとね、うん、全然感動しないですね。そうだね。だけどやっぱりまだまだ30代だから走り続けていかなきゃいけないなと思いますけどね。これでもう一回よく聞いたら、うん、一回噛んでるね。そうなんだよね。ちょっともう一回聞いてみる。噛んだところ？噛んだところ。うん。最後の一番。まだまだ30代お互い走り続けていきましょう。うん、噛んでるというかスクラッチかな。そうね。ちょっと走り続けて一番いいところだけどね。うん、なるほど、ね。まあでも思いのこもったね。うんうん、うん。ありがたい。手紙もらうことなんかないからね。なかなかだから、うん、ありがたいような気はしますけどね。なんかリスナーの人によろしくねってさり際言われたんで、うん、そうやって言ってました。ああ、いいんじゃないですか。はいはいはい、そういうことでしょ、だってね。いや、伝えてくださいって言われたから、うん、うん、それは伝えてきます。うん、なるほど、はい。プライベートでさ、うん、山登りしてきまして。へ、もう中学校以来ぐらいですよ、うん、遠足でさ、うん、行ったら山登りしまして、はい、一緒に行ったのは、谷口っていうね。おぉ、あいつですよ。あいつと。あいつとね、地元、本当に帰った時に、うん、久方ぶりに飲んだんですよ。うんうんうん、最近何してるみたいな。したら、そうだ、若林さんなんか怒ってたよ、谷口が。メール返してこねえっつって。俺うん、なんか、なんだっけ、足りない二人のさ、うんうん、グッズかなんかをさ、うんうん、シールとかを、うん、あいつの会社の後輩がやってるらしくてさ、うんうん、で、それであいつテンション上がって、うん、その、キポさんにね。うん キポさんにね、若林のことね。キポさんにメールしたら、全然帰ってこない。どうなってんだっつって言って。いや、なんか別に、あいつに、それをどうなってんだって言われる筋合いない、俺の方が喧嘩強えから。いやいや、ほんとさ、高校生じゃないんだから。高校の時じゃねえんだから。うん。いや、それはそうでしょ。あいつにメール返してこねえとか言われる筋合いはね。だってこのラジオで決着つけてやろうか、じゃあ。いや、そんなに、わざわざその遺恨作んなくていいよ。わざとらしく。うん、で、私も同じのこと言っといたよ。うん。うん、まあ、返す必要がないんじゃないっつって。そうそう。それくらいのメールだったら。で、まあ、ブツブツ言ってましたけど。うん、で、まあ、そんなんで、いろいろ話してたら、あの男最近ね、山登りが趣味なんだって。もう、おじさんじゃん。もう、何それっつって。言ったら、そのね、会社の仲間と、うん、その秩父とかに行って山登りして、うん、そこでなんかハマっちゃったらしくて、うん、一人で行ったりするんだって、山登り。何がいいのって聞いたのよ。うん、したら、まあ、もともとそのベタな男じゃないですか。ベタな男なんだ。何がいいのって聞いたら、もうベタに自分と向き合えるとかさ。うわぁ山登ったら心が現れるんで、まあ、ベタだ。いや、だって、まあ何回も話すけどね、このラジオで、うんうん。あいつ高校の最後のサッカーの試合ね。うん、やり残したことがあるっつって、朝自分のね、うん、学校のグラウンド一人だけ、違うグラウンドで試合だったんだけど、うん、朝一で、一人だけね、自分のグラウンドで一人でサッカーゴールに向かって、うん、シュート練習、最後のシュート練習して、うん、で、公式戦ね、始まったらね、うん、スタメンに入ってなかったって。なんかそうね、物語を作りたがる。物語好きなんだよね。そうそうそう、ね。すぐ影響を受けるんですよ。そうそうそう。もともとね、だからそんなの流れで、そうそうそう、まあ山登りやってんのかなっていうふうにね、思って聞いてたんですよ。うん、したらでも結構その楽しいと、うん。山とかでいろんな人に出会えるし、でまた同じようにベタな、山登りする人で悪い人はいないっつって。お前が悪い人だよ。言ってるお前が、うん、言ってるお前が悪い人だろっていう。で、そんな言ってて、うん、結構ほら今さ、山登りする女子いる山ガールっつって。うん、山ガールと結構知り合えるみたいなこと言うんですよ。んで、あいつがね、一人で登った時に、同じように登ってる山ガールの二人とね、うん、なんか頂上かなんかあって、うん、で、話交わしてね、うん、話をして、うん、で、ふもと戻って帰ろうとしたら、また、その子たちがいて、うん、そこで仲良くなって、うん、車で送って帰ったみたいな。うわぁ。そういうことがあるんだよ、みたいな。話すわけですよ。超羨ましい。
でしょ。いや、俺も最近全然ベタに、うん、山ガールとか、うん、超いいと思う。いや、そう、いいじゃない。いいよ。だから私も即座に食いついちゃってさ。いや、わかる。安易に山に行っちゃうとこがいいよね、うん、そういう子は。エロいよね。うん。逆に街で会うよりもさ、うん、ちょっとエロいじゃないですか。わかる。え、うん、それでどうだったの？先教えてくれよ。で、結果的に。女の子と会ったのか。結果的に行ったんですよ、秩父の山に。うん、でね、あの、女子とは全く会えずに、終わって、うん。あ、会えなかった会えなかった。なんだよ。唯一会えたのが、頂上登った後に、うん、登った時に、4人組ぐらいかな、うん、中高年の人たちがね、おにぎり食ってて。うん、あー、よくある光景だね。もうその人たちにしか会わないぐらいの山で。あー、じゃあ、あんまり人がいなかったんだ。人がいなかった。で、奴が言うには、うん、その、人気の山と、そうでもない山があると、うん。で、私がね、連れてもらったところは、奴が初心者用に選んだとこだから、うん、って言って、そこの山登ったんですよ。800メーターぐらいかな。高尾山よりちょい高い。ちょい高い。んで、まあ山道って 2.5 キロぐらいですよ。表示あって。結構あるじゃん。でも、そう、2.5 キロでこの、結構の岩場とかを登っていくの山でさ。うん。うん、で、あいつ、もうだから山登りしてるって言うからさ、うん、登山靴履いてね、うん、リュック背負ってさ、うん、で、ハーフパンツ履いて、うん、スパッツみたいなの履いて。うわ染まってる。出ただもうザ、山登りやってる若者みたいな。ねえ。うん、山男のさ、あの格好をしてさ、帽子かぶってさ、うん、あとスキーのストックみたいなやつ持ってるのよ。山登り専用の。必要な山なの、やっぱり。必要なんで、お前なんだそれって、これ山登り必要なんだって言ってさ、うん、もうカチャ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 岩場にこうね、やりながら登ってってさ、うん、で、まあね、久しぶりにこう登ってみまして、まあ悪いもんでも運動だからさ、うん、でも自然の中でこうね、うん、運動しながらこう目標を目指していくっていうので、うん、悪くなかったんですけど、うん、ただその相手が谷口っていうのが、うん、なんともこのなんつうのかな、ゲスな感じでね、うん、話す内容がさ、うん、中学とか高校の時から変わってないんですよ。山の中でも。山の中でも、うん、もう基本的にワイダン。山登って頂上から降りてくるのはワイダン。もうずーっとワイダン。お前最近キスしたとか。もう中学とか。ワイダンとかから離れるためになんじゃないの、うん、いや、そう、そうでしょ、うん、自分を見つめ直すみたいなこと言ってんのに、うん、いやー、お前さ、その、女とね、うん、そういうことになった時に、うん、どう攻めると。いや、私も答えますよ。うん、まあ、まず右胸を揉んで、みたいな話をしながらさ、登ってってさ、なんか最近あれなんだって、谷口くんは、シェリーがね、すごい好きらしくて、お前ね、会ったことあるみたいな。いや、会ったこと何も、オーデンスとレギュラー一緒だよ、さ。あ、そう、つって。いや、もうほんと好きでさ、みたいな。ただでもあれです、あれだろって、シェリーの、親って怖いじゃん、みたいな。親父って怖いじゃん、みたいな。だから挨拶行くとかなると、ちょっとどうしようかな、みたいな。くだらない。くだらねえな。うん、お前あれっつって、うん、シェリーがさ、電車の隣に座ってきたらどうするみたいな。そんな話よね。まあでも面白いよね。うん、まあまあ面白いっちゃ面白いんだけど、うん、まあ変わらないなとか思いながらちょうど今登って、うん、で、山登りの何がいいかって言うとね、谷口曰く、うん、カップラーメンを持って行って、うん、で、コンロとかも持ってって、うん、頂上登った後にカップラーメンを食べるのがいいんだと。うん、それよく聞くよね。言うんですよ。うん、だから我々持ってさ、うん、カップラーメンで、あいつなコンロ、カセットコンロみたいな鍋とか持ってさ、んで、ね、カップラーメン作って食べたんですよ、うん。だけどさ、800メーターぐらいで低い山だからさ、うん、全然さ、腹減ってないのね。うんうん、その地元で食べてから来たからさ、うん、だから別に地上で食うカップラーメンそんな変わらないなっつって、うんうん、ね、大したことねえじゃねえかよみたいな感じで話しながら、まあ、景色はいいんですよ、バーっとね、うんうん。で、話しながら食べてたら、若い男の子がさ、うん、こうやって来て、こんにちはーなんつって言って、うん、来てさ、で、こんにちはって返すの、うん、したらその男の子は、あれっつって、オードリーの春日さんですよね。はいはいはい。おーおーおー、そうっす。はい、何されて、いや、山登りね、うん、友達と来てんだよ、つって、うん。で、その男の子が、僕毎週、ラジオ、聞かせてもらってます。はいはいはい。お来たね。ラジオ聞いてさ、もうテンション上がるじゃん。はい、テンション上がる。おっつって、しかも山の上でたまたまさ、うん、偶然会う、おあ、そう、ありがとうね、つって言って。うん、
で、ラジオ聞いてるってことはさ、うん、谷口のことももちろん知ってると思う、思ったから、谷口つって、男の子、谷口よって言ったら、その男の子ね、すげえ喜ぶかと思ったらさ、おぉみたいな、感じなんですよ。何のことだろうと。あ、はいみたいな、うん。で、谷口もさ、その、ラジオ聞いたってね、聞いてるっていう風に男の子が言った時点で、ちょっとテンションが上がってるんですよ。あね、で、谷口紹介して、谷口も、なんか、おうみたいな。感じ出したんだ。うん。あ、なんか、アイバーみたいなこと言ってるわけですよ。あ、いやいや、アイバーと言えば。アイバーと言えば、アイバーみたいなことをね、家よく言ってるんですよ、うん。だから男の子はさ、おう嫌いな反応だったからさ、うん、あいつさ、怒っちゃってさ。男が言った後、なんだあいつって。ほんとラジオ聞いてんの俺のこと知らねえのかって。デングです、デング。でも、谷口を知ってるリスナーは2期生までだからね。うんうん、ああ、そうか。初期の頃だな。初期か。うん。もう1年半ぐらい前だから。最近のリスナーの子知らないのかな？うーん。石井ちゃん知らない？石井ちゃん知らないのだ、2期生。おい、何やって谷口が怒るぞ。だから、1期生は、うん、アメフトの川口選手知ってる人が1期生だもん。どうやって調べるかって、はい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 、そういう調べ方。で、2期生は、やっぱり谷口を知ってるかどうか、ね。で、3期生になってくると、やっぱり春日体操の、踊る女の子たちなんだっけ。春日体みたいな。春日体みたいな。うん。忘れた？いやいやいや。忘れてんじゃないよ、付け焼き場が。で、4期生だと、うん、ミワとオードリーの構想を知ってる。なるほどね。っていう。5期生だと、まぁ、RG さんの伝説を受けもう最近のリスナーだ。ちょっと最近のリスナーなのかもしれない。うん、かもわからんな。うん。で、まぁ、谷口憤慨しててさ、うん、まぁまぁいいじゃないかとか言いながらね。うん、じゃあ帰ろうって言って、まぁ、下山ももちろんしたんですよ。うん、で、下山する途中にさ、その、行きと帰りの道が違うなと思って。うんうん、で、谷口に言ったんですよ。あれこれ違うくないって言って、うん、大丈夫大丈夫とか言って、うん。で、まだ歩いてったらさ、うん、なんか、また違う山にこう、登っていく感じなんですよ。うんはいはい、お前これ違うだろっつって言って。うん、で、ちょっと調べてみる。今なんか、あれで調べられるのね。そのスマートフォンで。道順を山の。で、調べたらさ、もう全然違う道でさ、うん、あんなに楽しかったのに帰る大喧嘩ですよ。いつも通り。お前ふざけんじゃねえみたいな。時間かかっちゃったの？時間かかっちゃう。行き1時間半ぐらいだったのに帰り4時間ぐらいかかってさ。何なんだお前って言って。軽く遭難してんじゃん。いや、危なかったよ。危なかったって。暗くなってたもん、うん。もう暗くなってたからね。軽い遭難してんの危なかったから他の山、もう一つの山登ってたら、うん、帰ってこれやもんやつって。だよね。そうよ。危ないよ、夜の山。危なかったよ。で、帰りの車内でもう大喧嘩。うん。いつも通りです、だからね。あ、そう。もう山登りは、私、うん。やめとこうかなと思って。もうしない。もうしない。うん、山代わりも会えないし。会えなかった、ね。会えなかったしね。うん。うん。まあ、じゃあ、しなければしないっす。うん。うん。でもちょっとじゃあ谷口、うんうん、みんなで知らない人もね、最近多い。だから、うん、コナキンズから知ってるって言ったらもう4期生とか。知らない人の。今年の正月でしょ？知らない人のためにちょっと聞いてみましょう。あい、あい、あいぱ僕らの自由を、僕らの高校時代に話していた夢を追い続ける二人を見てると俺も負けられないなと言い続けられます。まだまだ30代、お互い走り続けていきましょう。オードリーのオールナイトニッポン。これ逆にさ、うん、アイパーじゃなくてさ、うん、走り続けていきましょうって言ったら気づいてくれたんじゃない？そうだね、失敗したね、うん。よくアイパーで気づいてもらえると思ったのよ。おこがましいわ。私昨日ね、うん、久しぶりに谷口とさ、はい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 、飲んだんですよ。一年半ぶりぐらいかな。はいはいはい、はいね。同級生ね。同級生の我々の仲が良かった。三人組としていつもね、まあ、この番組出てるからもう説明しなくてわかるか。はいはいはい。谷口とね、うん、飲んで一年半ぶりぐらいですよ。以前前飲んだ時はなんか所沢飲んで、なんだかの話キャバクラ行っ
って、うん、で、もう4時ぐらい朝方、うんね、どうしても牛丼食いたいって牛丼食べて、谷口やめろっつって、うん、牛丼屋出て、散歩で入ったっていうね。あ、う、あ、ん、なんか言ってたね。全部入ったみたいな。それ以来ですよ、うんうん、飲んだのが。うん、単独我々の夏のさ、はいはいはい、来てくれたね。で、ね、まあ、結婚までしてっつって、うん。で、まあ、子供ができてみたいな。そう言ってたよな。話したでしょ。んで、今回飲んだのが1ヶ月ぐらい前にね、谷口がメール来てさ、子供が生まれたと。はい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 。だからね、戻った時、床材持ってきた時は飲もうやっていうのをもらってて、で、まあ昨日戻ったから、うん、連絡して飲もうってなってさ。で、結局、聞いてないからいろいろ詳しい話を。ね。今の奥さんと、どこで出会ったのか、子供はどういう名前なのかとかさ、男か女かもわからんし。で、何もね、手ぶらで行くのなんだからと思って、一応出産祝いと。私ももう大人ですから。出産祝いとね、その結婚祝いみたいなのも同じね。で、あげてなかったなと思って、それ持ってさ、行ったのよ。もう夜も12時半ぐらいですか。したらもうね、二人の行きつけ、あいつの行きつけの、バーがあるの。生意気だな。バーがあるのよ。駅にね。うん、駅の、まあ、通りに。通りにあるプロペ通りにね。あ、プロペ通りにあるそう、あるのよね。所沢なのにハイボールが一杯800円ぐらいするのよ。いや、なかなかやってくれんなっていう。高い。んで行ったらさ、あいつのお決まりのソルティードッグを飲んでて、ね、うん、3杯目だなんつって言って。ソルティードッグを飲んでね。飲んで待ってるよ。で、遅いなとか言われてさ、うるせえバカやろみたいな。まあ、会話があって、やりとりして。で、もう聞いたのよ。ね、結局生まれたと名前は何つうんだっすよ。男の子だと。で、男の名前は何なんつって言って。で、まあ、そもそもね、その奥さんと出会った馴れ初めとか、どうなった一年半飲んだ時は、一年半前飲んだ時は、まあそういう話は一切なかったわけですよ。そうか。ね気になってる人がいるってのもないし。ないし。うん、で、まあ聞いたら、うん、なんかね、もう出会って3ヶ月ぐらいで、もう結婚したって、つって。あ、そう。そうそう。うん、早いな、お前なかなかやるな、つって。早いね。で、私のイメージだと、谷口って男はね、うん、なんか、もっとちゃんとするじゃないけどさ、うん、お付き合い長くして、段階を踏んでいく男なんだろうな、イメージね。イメージを持ってたんですけど、うんうんうん、もう早いから、お前すごいな、つって。うんうん、言ったら、もうなんかまあ、もう、いわゆるそのね、来たと、会った瞬間に、うんうん、ね。この人だな、みたいな、来た、みたいな言ってて。うんうんうん、で、まあ、このままお付き合いをしながらね、うん、まあ、できたと、授かったと、うんうん、お子さんをつ、うんうん。で、谷口は、もう前々からそのね、まあ、あいつ子供が好きですから、うんうん、まあ、子供ができてすごい喜んだらしい、うんうん、だけど、その奥さんの方は、うん、なんか、いまいちこのね、うん、テンションが上がってないんだ。ほうほうほう。で、いろいろ聞いたら、うん、自分にはやりたいことがね、あると、奥さんが。だからちょっと、まあ、できて嬉しいけれども、うん、正直迷ってると。はいはいはい、はい。動くかどうかというのをやりたい夢があるからさ、うんうん。で、谷口はそこでよ。すごい、つわ、ちょっと変わったなと。うんうんうん、もうただ本当にね、アイパの谷口ですよ。はいはい、イメージね。イメージね。未だにそうですよ。高校の時のベランダでね、後ろから春日がついて、うん、ガンガンついて、アイパって叫んでた谷口ですよ。うんうん、こいつはちょっと男だなと思ったんだけど、うんうんうん、そうやってね、奥さんがまあ言ったらしいのよ、うんうん。ちょっとどうしようかなって言ったら、うんうん、谷口が、バカ野郎と。うんうん、ね、うん、まあ、夢やりたいことがあるのかもしれないけれども、うん、それは何歳になってもできるじゃないかと。うんうんうん、ね、せっかくそうやって命を授かったんだから、うん、産むことは今しかできないだろうっつって、うんうん。でね、俺に任せろっつって、うんうんうん、言って、うん、もう、結婚して産むことになったらしい。お前すごいな、言ったなっつって。立派だよね。ちょっとなんか尊敬しちゃってさ。うんうんうん、ね、うん、同級生ですけれども。俺に任せろと。そうそう。で、谷口も言ってやったんだよ、つって、うん。言ってさ、うん。お前すごいな、っていう話をして、うん、その直後ですよ。うん、春日に向かって、私に向かってね、谷口は、うん。お前知ってるかと。うん、今、ウグイス谷が熱いんだぜ、つって。風俗の話し始めてさ。いや、その話、うん、大丈夫か大丈夫。だから結婚してるから、うん、もう行けないけども。あ、行けないけどってことね。ホームページをすごい見てるんだ。あいつはそういうとこチェックするよな。で、私と谷口って趣味が同じじゃないですか。ね、趣味そう、その女性の趣味が。そうだね。ちょっとすっかり忘れてたけど。そうそうそう、熟女好きだし、ふくよかな人がね。
昔、うん、そうだったな、所沢の駅前で3人でナンパしてたら、うん、2人が太ってる人ばっかりナンパするから、これ何にも面白くなくてさ、もう本当にラグビーのポジションでいうプロップとフッカーみたいな人ばっかりが話しかけるからさ。いや、そうなんですよ。あ、ね、それあったよ、うん、そう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 。んでお前知ってるかと、うぐいすせの何々っていう店っつって、うん、肉団子娘みたいなね。うるせえよで私も、うん、すごい調べてるんですよ。ああ、そういうことそういうお店、ホームページすごい見てるの。ああ、どういう店があるんだろうなと思って。うん、知ってるよ、つって。知ってるのかい、うん、お前、どの子がいいと思うっつって。あ、もうそんな知ってんだ。そう、スマートフォンで見れる、ホームページを。うん、写真見れるから、これ見て。うん、ありだな、みたいな。あ、お互いにして。お互いにして。アイドルグループの誰々みたいなね。そうそうそう。したりとか、ね。話みたいな。普通にあいつもさ、うん、ベタな男だから、最近中村アン抱きたいんだよね、つって。あいつは中村アン好きだな、多分。うん、俺タイプなんだよ、つって。わかる。あいつタイプだね。うん、そうでしょ、うん。ただでも、計算高そうだな、みたいなさ、話をしてるのよ。ああ、谷口が。そう、結局、その話を3時間ね、朝まで。前会った時、うん、シェリー抱きたいって言ってた。え、言ってた。言ってたね。うん。聞かれたもんだって、山登り行ったじゃないですか。うん、谷口と。その時聞かれた。登って、もう辛い時ですよ。うん、俺、シェリー抱きたいんだって言って、うん。で、おい、春日と。お前、電車に乗ってて、隣にシェリーいたらどうする？いや、知らねえよ、つって。いや、その谷口が、うん、バシッとさ、うん、奥さんに言ってね、うん、まあ、産むことになってね、めでたくこう生まれまして。うん、で、その話したの10分ぐらい。はいはい、あともう全部そういう、その中村アン抱きたいとかさ、うん、そんな話ばっかりして、うん、でも朝までも朝になって、もう4時5時ぐらいですよ、うん。もういいわ、つって、うん。もう帰ろう、つって、うん。で、店出てさ。うんで、あの男にもタクシーに乗る前に、ちょっと腹減ったっつって、うん。で、ちょっとカレー食いたいっつって。うん、あの、牛丼は松屋入って、ねうん、カレーを食べたんですよ。うん、やめとけっつって言って、うん。でも大盛りを食べてね、うん、松屋出て散歩でまた入ってさ。何にも変わってないよ。高校生の時からよく吐くよ、ね。吐くんだ、あいつ。うん。なんか爆笑した後吐いてたもん、高校生の時。吐いた後、ベランダで肩組んで帰って。